まあ初戦勝てて勝ち点3取れたっていう、まあ、最低限のノルマは達成できたできて、まあ、ほっとしてるっていう、まあ、多少の安堵感はあるんですけど、それよりも、まあ、今日よりも改善していかないと次の試合厳しくなるなっていう危機感の方が今は強いです。まあ、そのチャンスメイクのところ多少できたかなってところもあるんですけど、それよりも前のビルドアップの作りのところだったり守備のところの簡単なミスが多かったなっていう反省点の方がすごい今感じるところが多い試合でした。まあ、そうですね。でも、まあ、守備のところは結構噛み合ってないところが多かったなっていう感じはしてて、まあ、自分のところだったらもっと球際行くとか、あとこぼれ球を拾わないと後ろも厳しくなりますし、実際、まあ、カウンターの流れから失点、ほぼ失点っていうシーンは、まあ、何個かあったので、そこは自分のその取られ方の悪さだったりそういうところは改善しなきゃなって、まあ、次の試合は絶対そういうところ相手決めきってくると思うので、レッツさんはそこは、はい、ちゃんと改善しないといけないなって思います。めっちゃいい、もうすごい久々な感じなんですけど、すごいやっててより楽しいですし、こっちも頑張んなきゃなっていう、はい、すごい力になります。まあ、今日、まあ、なんとか勝てたっていうのはすごい自分たちの自信にもなることではあるので、でも全然満足はしてないし、まあ、このままじゃ厳しい試合になるっていうのは、まあ、分かりきっているので、まあ、勝ちたいですね。そのためにできることを1週間準備したいと思います。